皆様こんにちは。 FMYY のキムチアキです。関西学院大学総合政策学部山中隼人ゼミのメディアの実践、今年は少し形を変えまして、シリーズのタイトル、コロナ体験を記録する学生たちのフィールドノート2020と題しましてお届けいたします。学生たちのフィールドノートを中心としたそれぞれのセルフドキュメンタリーとなっています。毎回2本ずつお届けしますので、最後までお付き合いくださいませ。はじめまして、私は関西学院大学総合政策学部2回生の馬場亮也と申します。今年世界中に猛威を振るい、私たちが住む日本にも影響を及ぼしたコロナウイルス、このコロナウイルス期間中、皆さんはいかがお過ごしでしたか。私は主に趣味であるドライブを楽しんでいました。私たちが今から制作するこの番組は、コロナ期間中の学生の生活というテーマで作られています。なので今回私はこのドライブについてお話ししていきたいと思います。まず、なぜこういった自粛期間中にドライブについて発表するのかというと、この期間中外に出ないことはとても大事なことではありますが、時には外に出てリフレッシュすることも大切であると私は思いました。なので車を使って3密を避けながら一人で楽しむことはいいストレス解消になるのではと感じ、またあえてここで発信することで他の方が少しでも自粛明けに出かける場所探しのお手伝いとなればと思い、このテーマとさせていただきました。早速、私の自粛旅について発表していきたいと思います。発表はランキング形式で発表していきたいと思います。このランキング内には6月19日の他府県への移動解除後のものも入っています。ここで宣言解除後から私の旅に参加してくれた和田さんをご紹介いたします。和田さんにはその場所の印象や感想についてお伺いたいと思います。またランキング発表は私の旅のお供であった車の中からお送りしたいと思います。それでは和田さん、どうぞお願いします。よろしくお願いします。はい、ではまず第5位の発表からしていきたいと思います。第5位はマーブルビーチです。マーブルビーチは大阪府泉佐野市に位置するビーチであり、白い大理石で埋め尽くされた浜が特徴的です。浜の背後には青い松林が続いており、また浜の向こう側の海には関西国際空港があります。夕日の見られる時間帯には最高の景色が見られると思います。マーブルビーチではその景色を楽しみながらバーベキューを楽しむこともできます。またマーブルビーチの近くにはリンクアウトレットがあり、海に飽きたら買い物をアウトレットで楽しむことも可能です。夏になると駐車場は連日満員になるほど人気なところです。日本の夕日百選にも選定され、絶景でもあります。和田さん、こちらの場所はいかがですか。はい、大阪では数少ない海の絶景だと思います。近くにも遊べるところが多く、アクセスもしやすいのでいいと思います。はい、ありがとうございます。次に第4位の発表になります。第4位は舞鶴若狭湾です。舞鶴若狭は京都府舞鶴市に位置し、私たちが訪れたのは竜宮浜というところです。若狭湾は日本海なので、その特徴としては透明度が高く、海辺にはゴツゴツした崖や岩場が多く見られます。その特徴通りの海岸でした。近くには海上自衛隊の訓練所があり、立派な自衛隊の船も見られます。和田さんも同行してこの海岸を見ていましたが、こちらはどうでしたか。はい、こちらの海岸は写真では分かりにくいですが、とても海が透けていて、しかも海に浮かんでいた島もいい味を出していて、ここで夕日なんかを見てもいいなと思いました。近くの道も風情があり、こちらの写真を見ていただければわかると思うんですけど、この田んぼと海の写真も風情がある一枚だと思いました。はい、ありがとうございます。次に第3位の発表になります。第3位は摩耶山からの夜景です。摩耶山は兵庫県神戸市灘区に位置し、六甲山地の中央にあたります。こちらが摩耶山の写真になります。摩耶山からの夜景は日本三大夜景の一つで、摩耶山の展望台からは神戸から関空までが一望でき、スケールの大きい夜景となっております。近くには様々な自然を楽しめるレジャーゾーンが存在し、
六甲山カンツリーハウスではキャンプやアスレチックが可能になります。和田さん、こちらいかがでしたか？はい、夜景を見て感動したのは初めてかもしれません。何度でも訪れたくなるような素晴らしい夜景でした。展望台までは駐車場から少し遠いような気もしましたが、それでもあれほどの景色を見れるなら良いと感じました。ありがとうございます。次に第2位の発表です。第2位は明石海峡大橋です。明石海峡大橋は兵庫県神戸市垂水区と淡路島をつなぐ世界最長の吊り橋です。こちらは淡路島インターチェンジからの写真です。こちらからは明石海峡大橋の全貌が見られ、神戸市も向こう側に広がるのでかなりダイナミックな景色が見られます。またもし明石海峡大橋に行くならばブリッジワールドに参加してみてください。そこでは橋の下層を1キロほど歩き、その後主塔のてっぺんまで登って絶景を楽しめます。とてつもなく高いところからの絶景ですので高所恐怖症の方は参加できないと思います。参加者はヘルメットなどを装着して向かいます。和田さん、いかがでしたでしょうか？はい、世界最長ということもあり、とても壮大な景色と立派な橋でした。天気も良く、サービスエリアからの景色も最高でした。はい、ありがとうございます。最後に堂々の第1位の発表です。第1位は市議スカイラインからの夜景です。ここは大阪府で有名な夜景スポットとなっており、行くには市議スカイラインという有料道路を登る必要があります。しかしその料金以上の価値があると思います。こちらはパノラマ駐車場からの景色です。この写真では大阪市を一望できる方の方ですが、後ろを振り向いて見るとこちらになります。後ろには奈良川の夜景が広がり、360度で夜景を楽しめる最高の絶景スポットであると思います。和田さん、最後の1位いかがでしたでしょうか？はい、パノラマ駐車場という名の通りの景色でした。前にも後ろにも広がる夜景は今まで見たことなかったです。ありがとうございます。いかがでしたでしょうか？本日は絶景や様々な場所を紹介させていただきました。皆さんの行ったことある場所や知らない場所もあったかもしれません。ぜひ興味の持たれた方は行ってみてください。皆さんの今後の旅の参考になれば幸いです。本日はご視聴していただきありがとうございました。こんにちは、関西学院大学総合政策学部2回生の鈴木まりなです。今年の2020年の1月から3月にかけて、私たちが住む日本の中でコロナウイルスの感染が拡大して、人々の中で危機感というものが徐々に植え付けられていきました。さらに2020年の4月7日には日本で緊急事態宣言が発令されて、今までだったら家族とか友人とか一緒にご飯を食べに行ったり買い物をしに行ったりっていうことができてたんですけど、その当たり前だったことができなくなってしまいました。で、日本の中だけじゃなくて世界中でもソーシャルディスタンスとか、あとはステイホームとかいった言葉が当たり前に使われるようになってしまって、バイトとかも辞めないといけなくなってしまったり、休業するっていう形になってしまったりっていうこともあって、外ではお金を使う機会がすごく減ってしまいました。この番組ではそういった中で人々はどういったところにお金をかけるようになるのか、買い物をするときの優先順位はどう変わっていったのかということについて話していきたいと思います。同時に私がどういったところにお金をかけるようになっていったのかっていうのと、私の周りがどういうところにお金をかけるようになったのか、優先順位などを話していきたいと思います。では私の自粛期間中のお金をかける優先順位がどう変わっていったのかということについて話を進めていきます。まず自粛期間前は主に外に出るために洋服とかメイク用品、アクセサリーなど外出する際に必要とするものに重点を当てていました。しかし緊急事態宣言で外に出ることができなくなった私は、家での空間を楽しむためにインテリアや食物、本などにお金をかけるようになりました。そして購入する際には自分で買い物ができない代わりにインターネットを利用しました。洋服とかあとインターネットで購入するという手もあったんですけど、
やっぱりお金をかける優先順位が自粛期間中の生活を快適に過ごすためのものっていう風に大きく変わっていきました。実際に家での時間を楽しむためにピザを作ろうとドライイーストを買いに行ったんですけど、どこにも売ってなくて売り切れっていうことがあったんですけど、家での時間を充実させるために自粛期間中でお金をかける場所が変わったことが分かりました。では今から私が自粛期間中にどういったものを買ったのか動画で映しながら紹介していきます。私が自粛期間中に購入したものはこちらの AirPods Pro です。なぜこれを購入したかというと、外に出ることができなくなって家の中で音楽を楽しみたいと思ってこちらの AirPods Pro を購入しました。これは音楽を楽しむことができるだけじゃなくて、ノイズキャンセリングという機能がついていて、外の音を取り消してくれる機能があるので、オンライン授業とか授業に集中したい時や勉強に集中したい時に使用していました。私が自粛期間中に買ったものの2つ目はここにあるサボテンです。なぜこれを買ったかというと、1つ目の理由として、今までは外に行くために服やアクセサリーやあとは化粧品などにお金をかけていたのですが、それらにお金をかけなくなって家にあるもののインテリアにお金をかけたいと思うようになってこちらのサボテンを買いました。自粛期間中は本当にずっと家にいるので、毎日サボテンの成長を見るのがすごく楽しみになっていました。水やりは1週間2週間程度で大丈夫なので、毎日水やりをするのが苦手っていう人にはとてもやりやすいものだったので、このサボテンを選びました。3つ目に購入したのはこの額縁です。で、中にある紙は自分で印刷して壁に貼り付けて部屋をアレンジして楽しんでいました。自粛期間中に4つ目に私は2冊本を買いました。で、まず自粛期間中はすごく時間の使い方が変わったので、外にいる時間がなくなった分家で過ごす時間が増えたので、今まで読めてなかった本が読みたいと思って本を買いました。これまでは私が緊急事態宣言が出されてからどういったところにお金をかけてきたのかっていうのを話してきたんですけど、次にお金をかけなくなってしまったものっていうのは他にどういったところがあるのかっていうのを話していきます。お金をかけなくなってしまったものといっても、お金をかけることはできるけども優先順位が後の方になってしまったものっていうのと、お金をかけたくてもかけれない場所っていうものが出てくるようになってしまいました。お金をかけたくてもかけれなくなってしまった場所っていうのは、例えば密閉、密集、それから密室を避けなければならなくなってしまったことから、ジムとかカラオケ、あと映画館など多くの施設を利用することができなくなってしまいました。あとはライブとか、他にはたくさんのイベント、花火大会とかお祭りも中止されています。他にも旅行とかそういう趣味を持っている人も海外に行けなくなってしまったため、そういったところにお金をかけれなくなってしまいました。やっぱり人々がカラオケとか映画館とかにお金をかけれなくなってしまったので、そういった業界の人たちはすごい危機的な状況に陥ってしまうことになりました。それは不要不急な外出ができなくなってしまったために、人々が利用するものと利用しないものが明確に分かれてしまったのが原因です。街の中で経営が厳しくてお店を閉めてしまうところも少なくはなかったと思います。この写真は私の父が東京から神戸に帰る時の新幹線の様子です。自粛期間中だったため新幹線に乗って移動する人は少なかったようです。私の父が東京にいる時に送ってくれたものです。日中でもこれぐらい人がいなかったようです。この写真でわかるように、観光地である浅草も人が少なく、店も完全に閉まっている状態だったそうです。この動画は、私が緊急事態宣言後に梅田で撮影した動画です。緊急事態宣言が出されている中、人々は外に出ることができていなかったので、緊急事態宣言が解除された後は、買い物をしに来る人々がたくさんいました。次に、
私の友人がどういったところにお金をかけるようになったのか、インタビューの動画を撮ってもらったので、そちらを紹介していきたいと思います。私は自粛期間中にどこにお金を使ったかというと、ネットショッピングなどで靴や洋服などを買ってお金を使いました。緊急事態宣言が解除されてからは友達に会う機会が増えたので、友達との時間にお金を使ったりしたくなりました。彼女は外で洋服などの買い物ができなくなってしまった代わりに、ネットショッピングにお金を費やしていたようです。でも緊急事態宣言が解除されてからはやっぱり会えることができなかった友人と食事をしたりとか、そういったところにお金をかけるように優先順位が変わっていったのが分かります。ではもう一人の人のインタビュー動画も見てみたいと思います。緊急事態宣言が出る前までは服を買ったりとか美容院に行ったりとか、まあ、友達とご飯に行ったりとか、まあ、そういうことにお金を使ったんですけど、宣言が出てからは外にも行くこともなくなったので、まあ、食費がやっぱかさばって、テイクアウトとかちょくちょくしてると普段よりもエンゲルケースが高まってしまって、で、まあ、今緊急事態宣言解除されたんですけど、まあ、服買いに行ったりとか、それこそ美容院にも行く予定です。彼女の場合は自粛前は友人と過ごす時の食事、あとは遊び、あとは美容院や洋服などに優先的にお金を費やしていったのが分かるんですけど、自粛期間後はテイクアウトだったり家で楽しむための食事に優先的にお金を使っていたことが分かります。次は男性の方にインタビュー撮ってもらったので、そちらを見ていきたいと思います。自粛期間前のお金の使い道としては、買い物に行くことができていたので服にたくさんお金を使っていたかなと思います。あと一人暮らしをしているので食費にも結構使っていました。で、自粛中に必要としなくなったのは、服はネットでも買おうと思ったら買えていたんですけど、自粛中は外に出る機会が少なくあまり必要ないなと思ったので服を買うことはなくなりました。食費も変わらずお金を使っていますが、外食をしなくなって自炊を始めた分、前よりかは食費が安くなりました。で、お金の使い道の変化としては、服にお金をかけなくなったけど、代わりにスイッチやカラオケができるマイクやスケボーなど、自粛期間が充実しそうなものにお金を当てるようになりました。自粛期間中の、お金の使い道の優先順位としては、1番に食費、2番目にこのような趣味、3番目に生活必需品にお金を当てるようになりました。緊急事態宣言が解除されてからは、学校とアルバイトが始まって忙しくなってきたので、食費以外にはお金を使っていない状況です。彼は自粛前は洋服だったりとか、一人暮らしのために必要なものに費用を重点的にお金を使っていたようです。自粛中は外に出る機会が減ったことから、洋服を買う必要がなくなって、代わりに食費以外に自粛期間中の中で家での生活が充実しそうなものでお金をかけるようになっていったことが分かります。一人暮らしのためお金をかける優先順位としては、やはり食事が一番優先されるようなんですけど、生活必需品よりもやっぱり家で楽しむものの方にお金が優先されていることが分かりました。3人の方にインタビュー動画を撮っていただいて、共通して分かったのは、まず外で過ごすことにお金を使わなくなったことっていうのと、あとは買い物する際にはネットショッピングを利用していることです。私もネットショッピングを利用することがあったんですけど、実際ネットで買い物をするときに品物の在庫切れとか、あとは配達するまでの日数の増加がすごく見られました。サーバーが混み合っているっていうこともあったし、あとは通販サイトが表示できなくなることもありました。お金をかける場所の変化としては、購入する手段が変わっただけで前とお金をかけるところは変わらないっていう人と、お金をかけるところが変わったっていう人がいることが分かりました。で、お金をかける場所が変わったっていう人は、今までは外出するために必要だった
物への費用から家の中で充実するためのものへお金をかける優先順位が変わったっていうことが分かりました。でもやはり多くの人は家で楽しむためのものにお金を費やしていることが分かりました。これで私の番組を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。